取って、さあまずゲージを溜まっていく。さあまず端を取り返していくパーシャークメン。さあバックステ狩りと中段をかけたら6尾がヒットからの、さあゲージを溜まっていく。さあこれはもうお互いワンコンボ射程圏内だ。さあコンボスタート、さあ上がしっかり見えている。これはどうなるんだ、打ったら死ぬのか。さあ玉手パスだ。ただ雪風からのワンコンボでおそらく即死圏内だろう。さあ玉が8から白面で、さあジャーン1回からのコンボ。さあこれは闘技反射の実力だ。さあ番長明人チームが勝ち上がり。はい、はい、奥の台がまだ熱い試合が続いてる様子。私の敵なのね。奥の台が終了次第2回戦の方に移りたいと思います。奥の台、奥のの試合台の方は、全て開放となっておりますので、惜しくも敗れてしまったプレイヤーの方はそちらで思う存分対戦の方をお楽しみください。または、こちらでご観戦のお客様はなるべくしゃがんでご覧になるようにお願いします。なるべくしゃがんで観戦の方はされるようにご協力の方をお願いいたします。今ね、結構人すごいことになってて、もうこうなんだ。で、向こうの方にライブモニターがあって、ライブモニター設置してたよね。さ、奥の台は、でコメントもね、見れるようにしてあるから、試合順そのライブモニター見てくれてるんだよね。大将大将、さあ大将大将の1-1。さ、勝った方が2が選手室。さ、お互い絶対負けれない。これはもう1台です。ジェルガペースを掴んでるのか。さあ、ネッパを買っていく。受け身もしっかり買って。さあ、この状況は非常に荒木根側がやっていきたい。お、しっかりしている。見えないんだよね。ただこれ、明日は見えるから。つく状況だ。さあ、スライディング当たって、これはつくでしょう。明日はね、斎藤さんも配信してくれるからね。2大配信で見れるんだよね。さあ、バーストがないってことはこれはさ、延長だよね、サビーム。おっと、ギリギリで勝利。さあ、勝ったのが、ジェルウンタラチーム、なんだっけな、ジェルプロデュースチーム、2回戦進出となります。はい。はい。まあ、その方がいいんじゃないですかね。はい、では次2回戦に移っていきます。呼び出しいたします。これキャラ間からチーム、狭間3ですね。これキャラ間からチーム。はい、いらっしゃいますか。はい、OK です。シンテイガー、マルスマンチーム。はい。そこ、試合なので、じゃんけんして、後決めなり、コンバニーなりを決めておいてください。その下、ボンバーズ大ギガデリック。ボンバーズ大ギガデリック。はい、ボンバーズ手を挙げて、ギガデリック手を挙げて。筐体の方なんですけども、これキャラ間からと、シン・テイガー・マルスマンチームは、奥の E 番台、手前が、配信台になります。D 筐体が、ボンバーズとギガデリックチーム。ボンバーズとギガデリックチーム。準備ができ次第始めてください。はい、奥の6台は全ての試合台で開放してますので、思う存分対戦の方をお楽しみください。また手前でご観戦されるお客様はなるべくしゃがんでですね、ご覧いただくようにご協力の方をお願いいたします。あと決め、はい。ボンバーとあと決め、はい。